オ TV。 おはようございます、牛尾です。牛尾 TV ビッグマーチ佐野天編、ビッグマーチ編今年最後の収録次戦という感じになってまいりました。1年の締めくくりございますんでね、なんとかプラスでフィニッシュするというのを一つ念頭にですね、置いて頑張っていこうじゃないかと思ってはいるんですけども、またまたちょっとここのとこですね、おきどきの調子がですね大崩れしてまいりまして、つい昨日9万負けました。花々を、まあ、おきどきは7万円負けだったんですけど、花々を2万円打ったんですよ。でダメで、朝40ゲーム要はパッと見チャンスモード当たったと思われるような台が、その後100ゲームちょいちょいぐらいで空いてたんですよね。じゃあまあやるじゃないですか。でしかもいいお店だったんで、リセット台数もそれなりにあるという中で打ち始めてみたらですね、なんとそこから終了の時間まで8連単上がらずやめっていうですね。まあだからその40ゲームの当たりがおそらくまあ通常 A で早いのを引いただけで、以降一生通常 A にいたんじゃないか、特殊点滅も1個もなかったんで。でね、道中ね、追加会場も2回あったんですよ。3回目だか5回目だか、なんかそのぐらいの感覚で1回置いて追加会場、1回追加会場みたいな。で、上がらず終了ということでですね、改めて置き時を恐るべしと。今年そういうのなかったんですけどね、ほとんど。ちょっとね、この12月に入ってそれもそうだし、その手前2回もまあまあこっぴどくやられてるんですよ。8万負け、6万負けみたいなね。でも非常にですね、年末に来てここに来て風当たりの強いですね感じになってきちゃいましたんで、まあ最後くらいっていう感じでしたね。おそらくもう今年、今日がだから12月28日ですんで、今年まあ僕31日までずっと現場でパチロ打ってるんですけど、まあおそらく置き時打つの今日で最後じゃないかなと思いますんで、まあいろんなことがありましたけども、まあ一つ終わり良ければなんとやらじゃございませんけども、最後ぐらいちょっと気持ちよくですね勝って終わりたいという感じでございます。果たしてこの時々実戦が、ね、白黒白い方で帰結するのか否かという感じなんですけども、まあ、締めくくりでございますので、ね、勝っても負けてもまあ悔いのないようにやってこようと思います。実戦の方行っております。はい、じゃあやっていきます。場合によっては今日がね、年内の置き時打ち納めになる可能性がありますんで、それが28でしょ、まあ、年末この際31日までパチスロ打つんですけど僕で、まあ、この際どこも置き時入ってはいるんですよ。なんですけど、ここでいい結果が出ればもう打ち納めにしちゃいたいとぼんやり思ってます。まあでも思えば今年もおきどきに振り回された1年だったという印象でございます。本当にいい時はおきどきがいいからいいと、悪い時はおきどきが悪いから悪いと。逆にその1年通して打ち込んできたその機会っていうのが本当今年、まあ、花々とかジャグラーはまあベストするとね、本当置き時ぐらいだったんじゃないのかな。まあ僕の場合そのジャグラー花々っていうところはもうライフワークですんで、あれはもうまあ昔からね常に実用的に打ってるものだと。だからその2機種以外ってなるとちょっと置き時ぐらいで、置き時でも言ってももう導入から2年経つんで、2年以上か経ってるんでっていう意味では、もうジャグラー花々置き時っていう、まあ今年に関して言えばまあもうその3本柱っていう感じでしたよね。でまあこの際そんな感じなんで、
まあやっぱハラハラとジャグラーってまあ基本的にはね終始安定しますから、ちょっと時々の収支の増減がトータル的な収支の増減にかなり大きく影響した1年だったと。まあこの辺をね、だから1年とかっていう期間で見ると実はその大したことになってないんですけど、1ヶ月ぐらいのねスパンだと本当ねかなり大きく収支が前後しちゃうんで、特にマイナスの方ね、上はね実はそこまで大したことにならないんですよ、うん、せいぜい出ても 4,5,000 枚ぐらいだから。で特にまあ僕なんかまあ半日ぐらいの主に実践なんで、でまあ言ったら時々ってそのいちいち1000枚1500枚の出玉に期待できるわけじゃないですか、当たってそれこそ天国なりに上がれば。その反面そのプレミア的な要素がもうほぼっていうか全くないんだよね。フリーズっていう一応その間違いあるんですけど、まあ、超ドキドキモード、まあフリーズに限った話じゃないですけど、ただねじゃあ超ドキドキモードっても結局そこで頑張らなきゃいけないんでね、最悪3年で終わりまであるぜっていう代物ですんで、まあ一応まあプレミア的な位置づけになるっちゃなるんだけど、うんまあ本当にそれぐらい強いて言うなら、だからあとはもう全部最初から最後まで自力でねレンチャー伸ばしていかなきゃいけないっていう人だから、その一撃でなんかもう5000枚オーバーとか6000枚オーバーみたいな一般的な ADARD 機でたまにあるような出方っていうのがね実はねあんまないんですよね。まあだからそのあんまりその極端に大きい定まってのは出づらいのかなとっていう感じなんですけど、やっぱ逆にね吸い込みは結構なもんですから、よし移動次行こう。はい2台目、稼働してる隣2台はチャンスモードパー台が出してる、まあまあおそらくいつもの手法からすると前輪制なんですけど、はい OK 35、まあ、とりあえずは成功だね、移動成功。ちなみにだからこれが昨日から数えた足掛け9回目の初当たり、戦国間っていうか昨日上がらず終わったから8連単経由してますんでね今日。おっ、マイケイまあいいですよ、半日の実戦なんで、要はね、ビッグを20回引っ掛ければ負けませんから、どうやっても。やがて1回1回ノルマに近づけていくとっていう作業ではありますね、これ。まあまあ、ここで上がらないのは分かってるんですけど、普通はね。上がらないんですけど、普通に上がらないと昨日から数えて足掛け2日でこれで9連単になっちゃうんだよね。過去最高11連単っていうのがあるけど、それも足掛け2日7連単4連単みたいな感じ。なんとか持ち玉で天国上がるとこまでやっちゃいたい。投資7000円なんで大なり小なり余剰確保でいいんじゃないかと。